こんにちは、鈴木邦明です。炭治郎が岩を切った時のことをアニメのシーンを覚えている方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか。意外に炭治郎が、俺が勝った理由って言ってるんですけれども、自分で説明してるんですけど、ここにすごい深い意味が込められていたことをどのぐらいの人が気づかれたでしょうかね。結構これ聞いた時、おお、なんかすごいなって、私は素直に感激してしまったんで、まあこれもまたスタッフに話したら、とても興味深いという話を言ってたので、ちょっと説明してみたいと思います。まずまあ何の物語もそうなんですけれども、ここに、このアニメに出てくる人たちっていうのは基本全て炭治郎なんですね。ですから、このサビトも、炭治郎の、そういうサビト的な側面、マコモも、炭治郎の中に、芽生えたマコモ的な側面なんですよ。ね、一番前の今までも言ってますけれども、男性ですよね。男の炭治郎という男の中にも、女性的な側面がある。で、男性的な側面も成長するんですけれども、本当の意味での男性的な側面の成長には女性的側面の成長も欠かせないということなんですね。ですから、今回サビトと会って、ウサギですよね。これウサギは縁結びの象徴だということで、そういう側面と、マコモは狐ですから、賢さの象徴で、前回も言いましたけど、この2人がこのお面をしているっていうことで分かると思うんですけれども、これは、誰でもその、縁結びの象徴であるウサギの面と、賢さの象徴である狐的な側面を身につけていくことができるよってことを教えてくれているわけですよ。で、まずはサビトの狐なんですけれども、縁結びですから縁ですよね。縁をつなぐって言いますけれども、で、縁をつなぐって言ったら糸ですよね。よく今の若い人たちには言わないんだと思いますけれども、昔は、カップル、幸せなカップル、カップルって言い方でいいんですかね。すごい昔は、私が50代ですけれども、私が10代の頃にはアベックって言ったんですけれども、赤い糸でつながれているっていう言い方して、男と女がね、そういうつなぐということを意味しているんですが、この、サビトが、炭治郎に会った時に一番初め、にそんなものは男ではないってはっきり言ってるんですね。じゃあそんなものは男ではないっていうのはどういうことなのかって言ったら、炭治郎の昔のことを思い出してほしいんですよ。この縁をつなぐということを前提の、昔の炭治郎ですね。どんなだったかっていうと、障子を張り替えてくれてありがとな。家族と一緒に住んでいる時に、町に降りていくと、町の人から、ちょっと荷物を運ぶのを手伝ってくれとか、そんなことを言われてるんですね。つまりはこの間症状を張り替えてくれてありがとうなって言ったってことは、もう普段、町に降りていった時に、ね、本当の仕事もしないで、そんなおせっかいまでしてたわけですよ。おせっかいっていうか、本来やらなくていいことまでやってた、ね、人が良すぎたってことですよね。で、ちょっと荷物を運ぶのを手伝ってくれ、ね、近所の人たちがみんながいるのに、わざわざ山から降りてきた炭治郎にそんなことを、頼むぐらいにこの人は人が良かったってことですよ。つまりはこの、縁ですよね。糸です。人と人をつなぐ糸ですよね。この、糸のつながり方が、本当の男ではないよっていう、そういう類の優しさっていうのは、本当の男のやることではないよってことを教えてくれてるわけですよ。で、そこに出てきたのが今度マコモですよね。
で、キツネの賢さを、まあ、学ぶことになるんですけれども、まあ、それ以上に、どこが悪いか教えてくれてるわけなので、まあ、基本とか、あとは、まあ、基本を学ぶっていうこともそうですけれども、優先順位も学んでるわけです。まあ、この優先順位っていうのは分かると思いますけれども、いつも言っていますけれども、男っていうのは正直、なんていうんですか、男らしさとかっていう、若い頃の考え方っていうのは、まあ、強さとか、単純な力の強さとか、あとは、まあ、そこに尽きちゃうのかな、初めは。で、その後、物事に記号をつけ始めるんですよね。その、力強さと、まあ、あと男の特性としては行動ですよね。遊ぶということも行動ですから、まあ、そういう do, do, do、英語の do ですね。do, do、行動ということですよね。で、まあ、それに、なんて言うんでしょう、遊びということ、くくりの中にある、記号として、勉強とか仕事っていうものがあるわけですよね。まあ、つまりは、勉強も仕事も、遊びの中の、一つ、そういうものに記号をつけ始めちゃうんですよね。で、まあ、いつまでも、男性、女性的側面が成長しない男の人っていうのは仕事があるんだからとか、今仕事で疲れてるんだからとかって言っちゃうんですよね。でも女性の場合には疲れてても、優先順位決まってるわけですよ。例えば子供たちが、まあ、結婚したり、結婚すれば、まあ、旦那さんのものを作んなきゃいけないし、で、子供が生まれれば子供のものも作んなきゃいけない。つまりは、自分が疲れているような優先すべき事項がもう一日中やろうと思えばあるんですよね。片付けもしなきゃいけないし、洗濯もしなきゃいけないね。赤ちゃんが生まれたばっかりだったらおっぱいあげなきゃいけないしね。で、おむつ取り替えなきゃいけないし、お風呂にも入れなきゃいけない。もうやることだらけなんですよ。その優先順位を、まこもに習ったわけです。で、その優先順位についても、だからあれですよね、この、こういう症状を張り替えるとか、荷物を運ぶのを手伝うとか、その前に、炭治郎は本当はやることがあったと。で、そのやることをやらなかったからこそ、家族が鬼に殺されちゃったわけですよ。そして、この、まあ、そのこのあれですよね、優先順位を学んだ後は、可視化素だと優先順位を学んだ後っていうのは、結局は男性的な側面はそれを学んだ上で死ぬほど鍛える、結局それ以外できることないと思うよって、まあ、勉強もそうですよね。基本を学んだらひたすら、同じような問題をもう解き続ける。英語もひたすら単語を暗記する、文法を理解する。それであとはもう本当何回も何百回も何千回も同じものを聞いて、言葉を本当理解して、どんなことを喋ってるのかってことを本当ね、耳で聞き分けていく。もう本当それしかないんですけど、まあ、これ言われちゃうと本当ね、そういうことがなかなか、できないのが人間ですから、大変ですけれども、まあ、このことで大体わかると思うんですけど、この俺が勝った理由、月の糸の匂いがわかるようになったからだ。で、この月の糸っていうのもね、もうその次まで読みましょう。誰かと戦っているとき、俺がその匂いに気づくと糸は見える。だからこの隙の糸と誰かと戦っているっていうのはね、全部これ自分のことだとちょっと考えてほしいんですよ。誰かと戦っているっていうのが、例えば今目の前で仕事し、勉強しなきゃいけない自分がいるのに、まあ、例えば宿題がここにあるとか、で、あと1年経ったら受験だとか、まあ、そんなことがあるとするじゃないですか。その時に、ゲームをやりたい自分もいるんです。で、学校でも、授業を聞いてきてから、ちょっと一休みしたい自分もいるんです。横になりたい自分も。で、そこでテレビで面白そうなものをやってたから、それ見たい自分もいる。でも、時間を、勉強の方に、使わなきゃいけないっていう自分もいるわけですよ。自分の中でどれが出てくるか、勝つのか戦ってるんですよ。
で、隙の糸っていうのは、さっき言った通り、つなぐことになりますから、例えば、ここで勉強をするという意図を引いた場合には、勝つことができるわけですよ。でも、その隙の糸の先が、見えなくなっちゃってると、隙の糸が見えなくなってしまってると、例えばもう本当、そうだね、YouTube のなんかお笑いとか、そんなの見始めちゃうとか、そういうことですよね。大人の方だと分かりやすいですよね。家帰って、確かに仕事で疲れたと。しご、あの、仕事で疲れたんで、まあ、家、帰って、例えば、子供が小さければ子供の面倒をね、相手してあげようとか、風呂入れてあげようとかっていう自分もいるんだけど、それ疲れちゃってて面倒くさいから、同僚の人と飲みに行こうっていう自分もいるわけですよ。ね、場合によっては、もっと調子が悪いと、パチンコやって帰っちゃう自分もいるわけですよ。で、そういう隙の糸っていうのがね、どこにつながっているのか。何度も言いますけど、誰かっていうのは全部自分の中の内なる自分なんですよね。で、前回の、動画でも、人間の人格っていうのは、人の、自分が合う人の数以上にいるというお話ししましたよね。ね、A 君と会ってる時と B 君と会ってる時に、自分は無意識に、まあ無意識って言いながらも隙の糸の先で、ああこいつこういう性格だからこういう言い方しちゃいけないとかって気遣ってるんですよね。で、もうそれじゃあ C 子さん、女の子と会ってる時にはまた自分の、違った自分が出てきてるわけじゃないですか。ね、で何度も言いますけど、 A 君 B 君 C 子さん、この3人と会ってる時にはまた違う自分が出てるわけですよ。で、さらに家に帰ってきた時に、やらなきゃいけないこと、いろいろあるわけですから、だからこの、誰かと戦うのも、その優先順位がわからないと、うまく戦えなくなっちゃうんです。で、その優先順位がちゃんと、立てることができると、まあ、相手の、隙につながっていて、見えた瞬間ってことですよね。あ、俺は本当はこっちやらなきゃいけないって、ピンと張ると、隙を切り込むことができる。つまりは勝つことができるんですよ。だからね、もう毎日、今この瞬間も僕らっていうのは、その戦いなんですよね。で、もう本当、私なんか家帰ったらだらしないんですけど、まあ、最近はもう6時、頃にはもう6時にほぼぴったり帰ってるのかな。で、家帰って風呂入って、その前に犬の、ちょっと世話をして、で、風呂から出てくると、まあ、もう大体、6時50分、そうですね、家帰って一通りのことやって、風呂から出てくると6時50分ぐらいか。で、もう風呂入った瞬間にビール飲み始めますから、で、出てきたら今度赤ワイン飲んで、まあ、なんだ、朝の連ドラの、録画してたのを見て、で、それ見終わって、見ながらご飯食べてると、もういつの間にか7時半過ぎぐらいになっちゃうので、まあ、そこからしょっちゅう飲んで、8時になるとお休みなさいって感じなんですけどね。だから、まあ、家帰ったらもう完全に私の前にはもう何もやらないでっていう感じになっちゃってるんですけど、まあ本当に一日の疲れを癒すっていう感じですかね。で、まあ、朝来てからは、まあ、本当できるだけ、この隙の糸をね、どの自分が出てくるのか、まあ、その日の仕事っていうのはありますので、まあ、朝、大体ここにいるのが3時半ぐらいには来てますので、そこから8時半までが誰にも、邪魔されないで自分の時間として使える時間なので、その日に、まあ、勉強をしたり、書き物をしたり、こういう動画を撮ったり、まあ、コンテンツをさらえたりっていうような作業をしてるんですけどね。まあ、仕事というか。まあ、いずれにしても、もう本当、これは、私に限らず、そうですね、お父さんにしても、お母さんにしても、どんな隙の人に対して、どんな自分が出てきて、それに、勝つのか、負けるのか。そういう毎日をお過ごしになられてると思いますので、まあ、今回の話を聞いちゃった方は、ちょっと、
この炭治郎が勝った理由というのをもう一回見直していただいて、これから、どっちが勝つのか毎日、葛藤した時に、あ、そういえばこの間ああいう動画見ちゃったよなっていうふうな形で、お使いになっていただけると、嬉しいです。はい、今日の話は以上です。ありがとうございました。